熱電体は、2種類の金属線の先端同士を接触させて回路を作り、接合点に発生する熱気電力を通じて温度差を測定する温度計。あるいは、その2種類の金属線のことを指す。異なる2種の金属を接合すると、それぞれの熱伝能の違いから、2つの接合点の間の異なる温度に応じた気電力が発生する原理を応用するものである。 寿命の長さ、耐熱性、機械的強度などの利点があり、中高音領域の温度センサーとして、工業的に最も広く用いられる。温度センサー以外の用途としては、科学研究用に一定電圧を長時間発生させる装置として使う用途もあり、オームの法則などで有名な物理学者オームは、安定電圧を熱電体で発生させた。 異なる2種の金属の線の両端を互いにつないで回路を作り2つの接点の間に温度差を与えると起電力が生じる。この現象は1821年にドイツの物理学者トーマス・ゼーベックによって発見されゼーベック効果と呼ばれている。接点の一端の温度が分かっていればゼーベック効果による起電力の電圧を測定式値の起電力表と 対比することで多端の温度がわかる。冷接点温度は、水の氷点温度を利用したり、機器内部の温度計測システムによって知ることができる。なお、冷接点とは、基準となる温度であり、熱接点とは、測定対象に接した側の接点である。従って、低温の測定対象物の場合、実際の測定では、冷接点側の温度が、熱接点側の温度より高い。 構造熱伝体は高温領域や極低温領域でも用いられるが、接合する各金属ごとに特性が様々なため、安定性、起電力の大きさ、起電力のリニア特性などが異なる。このため、熱伝体の種類などは各種規格によって定められている。使用する金属は、接合する各金属ごとに測定範囲、測定精度などが異なるため、 材料の費用も考慮に入れて適切に選択する必要がある。貴金属熱伝体は素材自体の安定性は良いが熱気電力が低く低温から中高温付近の測定には向かない。金属の融解温度のような高温測定には向いている。またすべての配線をこれらの素材で行うと極めて価格が高価となるため、間温部のみにこれらの貴金属類を用い、 常温付近となる配線用の部分にはこれらの貴金属と似た熱伝導を持った比較的廉価な金属を成分とする合金線を用いる。この際用いられる合金線は保証導線と呼ばれるが保証導線との接続点に温度差があると誤差要因になる。貴金属熱伝体はタイプにより特性は様々である。素材の価格が安いため保証導線まで含めて 同種金属が使用可能だが、素材の安定性が貴金属に比べると低いため、酸化、還元等の影響を考慮しなければならない。保証導線等の接続には、同じ素材により製作されているコネクタにより接続し、これらを用いて計測器の温度均一、温度変化の少ない機器内部などの温度保証された接続部分まで配線する必要がある。保証導線の規格は、 ジスシー1610に定められている。熱伝体の速温部分は温度の計測要求に応じて接触型、非接触型で用いる。また、細い熱伝体を保護するため熱伝体保護管を用いることもある。この保護管には金属、非金属などが用いられる。金属保護管に酸化マグネシウムやシリカ粉末で充填した構造のものを シース熱電体といい流通量が多い。太さや形状、保護管材質は規格化され、最も細いものでは直径0 2 5ト、mm、ル程度のものまである。通常の熱電体は測定に秒単位の時間がかかったが、極細あるいは白状に加工することより1 0 0ミリ秒単位の早い温度変化と微小対象ものも計測することが可能となった。近年では、 MEMS 技術によって微小な熱電体を集積した二次元の比例客席外線札造素子の開発も進められる。熱絶縁性の高い有電体薄膜上に温接点、熱伝導性の高いシリコン上に冷接点を形成することで応答性に優れ高感度なセンサを実現した。登録商標 ABRIU 温度の標準供給熱電体マイナス 三層圏トゥデイ参観4号、産業技術総合研究所、34ページ、2003年4月。https://www.ast.go.jp/.portals/.lay/.resource i、images, a s to, j, ace 104, a s to, today, vol.0304? ボリューム 0304p3436pdf 小倉秀樹熱伝体による温度標準の供給三層研トゥデイ六巻1号産業技術総合研究所36から37ページ2006年1月 https コロンスラッシュスラッシュ www.aist.go.jp スラッシュポータルズスラッシュレイスラッシュリソースイメージズ エイスト、J、エイスティンフォー、エイスト、トゥデイ、ボリューム0601、ボリューム 060HP3637、PDF。日本機械学会編、機械工学辞典丸前、2007年、984ページ。ISBN 978から4から888980838。AB、熱伝体とは、発光電気 h t t p w w w h a c k o c o j p q a q a 0 0 4 h t m 2 0 <HTML> 1 5年12月27日閲覧。ab、ゼーベック効果、物理学大辞典、第2版丸前、1993年。小型、安価な熱画像装置とセンサネットの技術動向と、市場動向。 MEMS サーモパイル素子で赤外線を検出する非接触温度センサーを発売 D6T-44L、D6T-8L サーマルセンサーの使用方法。ありがとうございます。